ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回福田君よろしくお願いします。お願いいたします。今回紹介する車がこちら、ジープラングラー4台です。まとめてご紹介したいと思います。はい、ただ4台なんで、まあ、紹介というよりかは在庫情報という感じで、バババッとご案内させていただきたいと思います、はい、で今回こうたまたま4台整列したわけなんですけれども、はい、これ共通のところもあり違うところもあり、共通のところは、JL のラングラー、あとは全部ルビコンですね。あとは、まあ、排気量が全部 3.6 リッターっていうのが、まあ、一応共通、はい、そこだけ共通ってことそこだけ、はい、あとはいろいろロングだったりショートだったり、ね、右ハンドルだったり左ハンドルだったり、はい、いじってあったりいじってなかったり、はい、いろいろな組み合わせなんで、まあ、順番にご案内させていただきたいと思います、はい、でまずはこっちからいきましょうか。そうですね、はいはい、大きく分けるとちょっと激しめにいじってる向こう側と2台とノーマルライクなこちら2台っていう感じになってくるかと思います、はい、でまずこちらのグリーンのこちら、はい、ラングラーのそうですね、ルビコンのショートボディ、はい、ツードアのタイプですね、はいはい、こちらのタイプになります、はい、でこれも少しいじってあるということで、まあ実はでも結構いじってます。あ、結構いじってあるんだ、はいまあ、ノーマルだと本当、まあ、フェンダーとかも、まあ、ノーマルのフェンダーなんですけど、これはハイフェンダー、はい、あの全然わからなかったです私、はい、っていうのはう、ね、これよく見るとフェンダーがこれ純正、日本仕様の純正と違うんですよね。そうなんですよ、はい、これ高くなってるってこと。ハイフェンダーなんで多分ちょっと見比べていただけると、ここのラインと、はい、多分向こうのオレンジが、はい、少し高さが違う。そうです、そうです。ここから高さが上がってるのと若干こうワイドになってます。なるほど、本国の、まあ、ハイフェンダーな。じゃあこれ本国のパーツを取り寄せて交換してると。そうですね、はい、こちらのまずフェンダーになってます。あとバンパーも柄と変わって、柄と変わって、まあ、これも本国のモパーのスチール、それが本国のモパーの、はい、モパー純正の、そうですね、スチールバンパーがに交換してあって、これ全部金属なんですか。全部スチールです。ここのナンバーベースだけ多分あれ、ここだけ樹脂、ここも樹脂、ここも樹脂、ね、はい、このベースのところが全部金属ということで、はい、でこの横側は、はい、これは今外してショートバンパーになって、ワイルドな感じになってる、はいはい、こんな感じになってる。そしてあとは、まあ、ホイールですね、はい、ホイールが一応本国の392っていう、まあ、V8 モデルの、ホイールが入ってます。で、まあ、このホイールは、まあ、ビードロックですね。これ風じゃなくて本物ビードロックなんですか。本物です、はい。空気圧下げても脱げないやつ、ね、はい、そうです、やっぱ空気圧下げるとロックとかもいけるんで、下げる方は下げる、それができるホイールに交換した。そうですね、はい、タイヤもこれ少し変えてある感じ。タイヤも一応、まあ、315、まあ、大体だから35インチのタイヤに変わってて、あとはそうです、細かいですね、まあ、ホイールが、まあ、ボディ同色になってます。あ、これもじゃあ後からカスタマイズした部分ってことですね、はい、そうですね、はい、元はブロンズなんですけ ど、 なるほど、はい、これ車高は、車高は実はノーマルなんですよ。あ、これノーマルなんだ、はい、でハイフェンダーを入れると35インチ入るっていう。はあ、だからここ隙間が空いてるように見えるという。そうです、そうです、はい、なるほど、こんなカスタマイズがした、はい、で車自体はショートのソフトトップの、ソフトトップです、はい、はい、こちらの車なんそうです、はい、あとカスタマイズのポイントとしては、あとは、そうですね、リアスチールのバンパーが本国のものが入っています。なるほど、はい、前後バンパーが変えてある、こんな仕様になっています、はい、そしてどんどん行きましょう、どんどん行きましょう。こちらが以前あのオフロード動画で、そうですね、登場した左ハンドルの北米仕様のやつですよ、そうですね、北米仕様、北米仕様っていうか仕様じゃない、本国のものなんで、はい、もう純正でハイフェンダーがついてるし、あとまあこれは樹脂の、まあ、本国のバンパーなんですけど、オプションじゃない標準のバンパーってことですね。そうですね、はい、はい、がついてるのと、あとは日本仕様となんかタイヤが少し違って、そうですね、若干大きくなって、少し大きくなっている、はい、こちらのタイヤになってると。あとはその、まあ、ルーフが、ボディ同色になってます、はい、はい、そこが特徴的ですかね。基本的にルビコンだとこのフェンダーと、はい、あとルーフだったりがザラザラの黒になる、はい、本来そうですね、ディーラー車だと、はい、はい、のが
北米なんでボディ増殖に両方になってる、はい、だからこれ詳しい人が見るとあれっていうってなりますね。ポイントになって、はいはい、普通はサハラじゃないとフェンダーとルーフが増殖にならないんですよ、ね、はいはい、こちらの場合は呼び込んですけれどもこういうふうな仕様になっている。そしてこちらはロングというか、そうですね、アンリミテッド、はいはい、ドアが4枚ついてるタイプ、4枚ついてこちらになっております、はい、そしてあとはさっき見返したら、はい、微妙な違いもこの微妙な違いが日本仕様と北米仕様というか、はい、北米で売られているもので違いがあるみたいで、はい、まあ、ボンネット、なんとこれボンネットが違うようですそうなんですよ。これ見た感じは何にも変わらないんですけど、見た感じだとまあ若干、まあ、ダクトが違うかなぐらいなんですけど、まあ、素材が違って US の、まあ、本国のルビコンは、アルミで、こっちがまあスチールですね、はい、だからこれ開けると重さというか重量が全然違ってくるということで、そうですね、全く違いますね。そんな違いもあるようです、うん、そしてあとはヘッドライトが当然ハンドル右左なんで、そうですね、はい、違うっていうのもあるんですけど、なんとこの光り方も違う、はい、ということで光り方が、イカリングがついてますね。この灯体のこの外側、ここがデイライトですかね。そうですね、で光るようになってるそうです。はい、でこれ日本仕様だとその機能が殺されちゃってるんで、そうです、基本的には光らない、はい、こっち側がデイライトになってますかね。そうですね、はい、はい、D' はこちらが デイライトになって、そんな違いもあるようです、はい、まあでもさっき、ね、土屋さんが見た限りでは、はい、もしかしたらディーラー車にももしかしたら光るかもしれない、灯体があるみたいな。どうも配線が1本アメリカのやつだと多いんで、はい、どうもそれで光らせてるんじゃないかなっていうことなんで、詳しい方はその辺コメントいただければ、そうです、ね、幸いです、はい、こんな2台が在庫としてラインナップされております。はい、さあ続いてこちらの2台ご紹介させていただきたいと思います、はい、こちらは向こうと違ってもうあからさまにいじってあるなっていう感じになってますけども、ね、はい、まずこちらから、こっちの白いルビコン、はい、まあ、これは、まあ、まずバンパーが、はい、まあ、先ほどもそうですね、似てるんですけど、ショートボディのものとでも若干違くて、これタイプ品になります。なるほど、はい、純正仕様の車外バンパーと。そうです、まあ、でもスチールはスチールなんですけど。なるほど、はい、じゃこっちもちゃんと金属になってる。そうです、はい、見た目としてはあんま変わらないんですけど、まあ、こっちの、タイプ品だとパークセンサーが利用可能。あ、なるほど、はい、じゃ純正の機能を殺さずに、そうですね、はい、このまま近づけばセンサーもピーピーピーと、はい、じゃあ後付けでライトとか、そうですね、 KC のこのライトがついてる。この辺ちょっと使用感があるのが、あのオフロードで戦ってきた感じがする。そうですね、はい、そしてあとはこちらもフェンダーがこのハイフェンダー、はい、ハイフェンダーに変わってて、それプラスで、ワイドボディのキットでこの分エクステンション的な、そうですね、パーツでフェンダーもさらに外に出してあるということで、はいはい、車が全然でかい大きさが全然なんか違いますよね。そしてこの大きいフェンダーに収まるのが、はい、このラインナップ4台の中で一番でかいタイヤホイールということで、はい、37インチのタイヤに37インチ、ね、サイズ感ちょっと伝わりにくいと思うんで、福田君ちょっと横に立っていただいて、成人男性の確か94センチぐらいあるんですよ股下よりだいたい上ぐらいの、はい、高さ的にはい、ゴリゴリのこのオフロードタイヤ、そうですね、タイヤジオランダー、はい、ジオランダーのこれはそうですね、37の 13.5 の17インチ、はい、はい、そしてホイールも車外のホイール、そうですね、はい、KMC が入ってます。マットブラックですかね。そうですね、はい、であとこちらの車はいろいろ他にも改造してあって、そうですね、はい、まあ、足回りもフォックスのインチアップ、多分まあ 2.5 インチかな、上がってます。はい、であとはステップなんかも変えてあって、はい、車外のものがついてたり、はい、あとまあこの辺のドアステップですよね。それ要は足をかけてそうですルーフにアクセスできる、荷物を外すと、そんなのもついてたり、はい、ものがついてたり、あとはそうですね、まあ、ルーフラックも、この車はついてるんで、意外とやっぱラングラーは荷物乗らないんですよ。なるほど、はい、なのでまあルーフラックはいいと思います。これはこんな感じの仕様になってます、はい、そうですね、あと他にはまあ一応、まあ、マフラーも車外のものが入ってて、あ、じゃあ結構いじったら感じですか。そうですね、はい、じゃあいじり予定がある方はかなりお買い得な車両になってくる。お買い得だと思います、はい、今新車価格も高いですからね。なるほど、はい、こんな感じの一台になっております。そして最後こちらオレンジ色の、はい、こっち外装に関しては割とノーマルルックな感じですけれども、ね、はい、ざっくり、まあ、こちらもまあモパーのリフトアップが入ってます。これが唯一ローフェンダー。そうですね、はい、これが純正の
ルビコンのフェンダーということで比べると分かるんですけど、この辺の形とか、あとここが少し狭い。そうですね、はい、ここのもう幅がまあ確か約1インチぐらい違う、はい、そして日本仕様のルビコンなんで樹脂のフェンダーになってて、樹脂ですね、はい、ルーフも樹脂になってるということで、はい、これラングラー奥深いね。奥深いです、もう沼ですね。本国のなんかパーツとか、はい、アフターのパーツとか組み合わせてったら、はい、めちゃくちゃ個性的な1台が作れる。そうですね。そして今回の車、足元はタイヤホイールが変えてあるってこと。そうですね、はい、これホイールが、まあ、珍しいんですよ、レイズ。なるほど。の T37 の、これ T37 なんだ。そうです、そうです。へえ、じゃあ軽量単造ホイール。単造です。はい、そして少し大きめのタイヤが、はい、これもまあ35インチのタイヤが入ります。あと他の部分に関しては割とこう手数は少なめというか。そうですね、はい、純正なルックスをキープしたまま、純正を生かして、はい、まあ、シンプルシンプルじゃないですけど、じゃあこれから触る人もいいし。そうですね、ベースとしてはかなりいいんじゃないかな、はい、あとはちょっといじったのがいいんだよっていう方にはかなりおすすめな一台になってくるんじゃなかろうかと思います。そうですね、はい、続いてトーカル見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。はい、お願いします。今回はこの4台の中からこの白い一番。そうですね、白ですね。いじってあるんじゃなかろうかっていう1台を試乗してみようということで、はい、せっかくなんでこの屋根は取りました。これ3ピースですよね。そうですね、一応こっちの後ろも3ということで取れます。これ確か名前がついててフリーダムトップ3ピースモジュラーハードトップです。なるほど、はい、ややこしいですね。こちらなんと思います。こちらは今回取っていきたいと思います。はい、これ後ろも取れるんですよね。後ろは、取れますけど、大人4人がかりぐらいで取ってもらうみたいな感じ でネジとかなんかしまっとけるとこもあるんだよね。確かそうですね。そしてさっき福田君は今日ちょっと天気大丈夫ですかって心配してたんですけど。そうなんですよ、あの心配いりません。このスタートストップボタン、はい、全天候型です。全天候型、はい、これ濡れても大丈夫らしいです。これ、はい、そういうことですね。濡れたら効かなくなるとかないらしいです。なるほど。ちなみにサブウーファーも全天候型らしいです、はい、あ、そうなんですか。そうだから多少濡れても音楽をちゃんと楽しんで帰ってこれるという仕様になってるそうです。そしてあと細かいところを触れておくと、はい、一応現状今2リッターしかないということで、はい、日本のラインナップは。そうですね、だ 3.6、はい、意外に貴重な存在になってくるかなと今や、はい、なんでかなり狙い目でございます。そしてあとは、まあ、仕様がいろいろサハラ、スポーツ、ルビコンで、今日本だとサハラとルビコンしか設定がないということで、はい、スポーツは設定ないんですよね。スポーツ確かなかったと思う。スポーツだとあのモケモケのシート、布のシートとかもあったんですけど。そうですね、はい、ルビコンとかレザーのシートになってくる、はい、で当然オフロード性能はもう申し分ないです、はい、トレイルレーテッド、はい、オフロード試験合格バッジも全車取得ということ です、ね、まあ、このオフロード性能に関しては前回のオフロード動画で実証済みですから、す、ね、はい、いいかなと、はい、あと内装軽く触れておくと 8.4 インチのカープレイ対応ナビ、はい、だ結構アメ車だとナビ大丈夫かな問題があるけど、はい、あの仙台だとツーリンがアルパインがディーラークスに入ってましたけど、はいはい、純正でこの埋め込みのタイプのナビになってるんですけど、カープレイがついてるのとこれもかなり優秀なん で、ね、実際福田君どうですか。これはでも使ってて全然不便じゃない。遜色ない、はい、まあ、若干遠回りされるかなみたいなありますけど。なるほど、まあ、全然普通に Apple CarPlay の Google マップとか使っていただければ全然十分です、はいはい、そしてメーターの方もは7インチのマルチビューディスプレイということで視認性もいいですし、はい、あとはオフロードに必要なものが全部出せるということで。そうですね、はいはい、こんな仕様になっております。じゃあ行きましょう。そしてあとルビコンになるとこのシートの後ろがなんかいろいろ付けられて。そうですね、まあ、収納というか機能を拡張できるようになってますよね、はい、拡張できるんですよ、はい、なんで、まあ、ルビコン買っとけば間違いない。間違いない、はい、行きます。お願いします。でかい信じられないぐらい車がでかい。そうですね、ちょっと気をつけていただいて。これさ
普通のなんかラングラーよりなんか 1.2 倍ぐらいになってるイメージなんだけど。そうですね、高さもそうですけど横幅もちょっとこれ通り抜けるのが心配になるぐらいでかいんだけど、大丈夫これ。一応サラウンドビュー的なのついてんだよね、360度。いや、ついてないです。一応まあサイドカメラとフロントカメラは、うん、ここでまあ一応あるんですけど、このまま速度乗っちゃったりすると映んなくなっちゃうんで。あ、そっか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 、はい、そうです。じゃあ少し慣れが必要かなと。慣れが必要だと思います、はい、まあ遠赤とか気にしないで全然いけるんで。確かに、はい、でけえ。だってそこを余裕でまたげるでしょ。もう何も多分感じないと思います、はい、でかいね。JL になってハンドルも切れるようになったんで。あ、そうなんだ。ああ、もう JK 型とか全然切れないですよ。ちょっともうこれ真ん中のライト消すの、どうやって消すのこれ。なんで消そう、明るすぎます、はい、あ、車ね、意外に軽い。そうなんだ。もうハンドルも怖いぐらい軽くないですか。ちょっと分かんないけど、まだハンドルも軽いんだ。ハンドル軽いです。いや、なんかもっとアメ車みたいに重たいものがグワッて動くイメージかなと思ったら、意外に軽い。眺めは軽い。あ、本当ですか。出足めっちゃ軽い。ほんと眺めは2トントラックって言われてる。いや、ほんとだね、2トントラックだねこれすげえ。ちょっとね、若干怖い。車高が高すぎて怖い。これ高いですね。多分ルーフラック含めたら2メーター全然いっちゃってる。そしてね、風の巻き込み半端ない上から感じますね、これ。上から感じて、ブワーッて全部巻き込んでますね。これちょっとすんごいオフロード向きかなと思ったけど、はい、これ都内人多いとことか走ってても楽しそう、はい、ですよね。なんか普通に乗れますよね、うん、乗り味も、そして純粋よりはちょっとあれですけど、普通にこの道走ってるだけなのに、なんか探検してる感でけえ。確かにハンドルもちょっと車の外観に似つかわしくないぐらい軽い。そうなんですよね、まあ、低速だったらいいですけど、高速でこの軽さだと若干怖いかなっていうのは、まあ、たまにありますけど。で、あとタイヤは意外に静かなのがびっくりした。そうですね、もっとヘリが飛んでるみたいな音するかと思ったら意外に静か、はい、ブロックタイヤだから、はい、その細かい振動とかは拾う。そうですね、まあ、カメラの手ブレを見ていただくと。そうだね、若干ね拾いますけど。いや、でも全然乗り心地いい方じゃないかな。全然いいと思いますよね。車軽いな、やっぱり。あ、でもそうですね、ブレーキは多分効かないと思う。ブレーキはね、効かないです。ですよねそうなんですよ、効かないです。37とか入っちゃうとブレーキが本当効かなくて、うわ全然危ねえって感じじゃないけど一回効きを確認しとく必要がある、はい、そのぐらいの効き。そうですね、特に普段大きいブレーキの車乗らせてもらう機会が多いんで、はい、やっぱりそれと比較すると全然ガツンっていう感じじゃない。スススススといっちゃって、ね、あれあれあれっていう気の方がちょっと大きいかもしれない、うん、これ楽しいね。面白いです。これ楽しいけど相当気をつけないと、何も見えないちょっと待ってミラーもね、ちょっとこれ調整するんだけど。あ、まあまあ、でもミラーこれ四角いし。そうですね、ちゃんとバッチリの位置になってれば、まあ、見えなくはないかな。で、そしてミラーで見るとフェンダー超出てるの分かる。フェンダーすっごい出てますね。これすごいな。あとはね、思ったけどね、ペダルがやっぱり左ハンドルの方が優秀だなと思って。ああ、そうですね、右ハンドルってこうフットレストがないし、はい、置いとくところがない、左足を。だから基本的にこっち側足曲げて、はい、右足だけでこうペダル操作する感じになるんで、そこかな。そうそう、サイドブレーキがちょっと遠い。ああ、そうだね、安心してください。ちょっといいですよ、左ハンドルもありますよそうです。だからなかなかその右左乗って比べてっていうことができる機会もないから、はい、ね、今チャンスですよね、うん、今なら東京店で右左比べて、はい、いじったらどうなるか、ノーマルどうなのかっていうシミュレーションもできて、はい、4台ありますからね。確かに。そしてまだ買い足そうとしてるという、はい、でもそれだけ人気なんですよね。
人気ですね、未だに、ね、今新車価格もルビコンは860万とかですけど、まあ、下がることは今後ないんじゃないかっていう話でもありますし、だったらねカスタムしてて同じぐらいの値段であった方がっていうのはありますよね。で今日本以上にアメリカはそのハイブリッドとか EV の進みが早いから、はいはい、実はジープもプラグインハイブリッドがアメリカ出てるんですよね。ありますね、はい、日本も一応入ってくる予定なのかな。あ、そうなんだ。 4xE っていうのあれ。そうです、 4×、はい、4×E あんなのも入ってきてるんで、うん、もしかしたら純粋なガソリンっていうのは今後少なくなってくる、うん、そうですね、可能性も、はい、まあ、言ってもハワーも EV だからねそういう時代だから、ね、やっぱりこの辺のとかっていうのは今後希少な存在になってくるかもしれないということで、うん、まあでもやっぱオフロードとか行く人だったら、まあ、絶対 3.6 の方がおすすめですよね。そうだよね、走りますからやっぱ。あの単純なカタログスペックで言うと、はい、2リッターも3リッターもそんなに馬力の大差がない、はい、むしろトルクに関しては2リッターターボの方が出てたりするっていうことなんですけど、やっぱりこの乗った感じのフィーリングとか音とか、そうですね、いざ走ってみると全然やっぱり違うんで。だっていいなと思うのはジープこれレギュラーなんですよね。実はそうなんですよ、ね、だからちょっとだけだけどお財布に優しいということで、うん、V8 だけ速くなるの。 V8 速くっすね。そうですね、 V8 だけじゃないですかね。でも日本入ってきてないんだよね、正規は。今後もないって聞いてます。あ、そうなんだ、はい、今現状は。じゃあ 3.6 結構狙い目かなという。よし、大丈夫か。 OK です。で、ここあ、ここ前回でこっちだあ、ここね。これね、アクセル踏むじゃん、はい、そこのとこリフトしてグワンっつって。上下度ありますよね、あるある、アクセルとブレーキで。楽しい。あとこれオフロード全部出せるんだよね、これ。出せますね、カスタマイズ。オフロードフィニッシュ。そう、先日のオフロードの動画で、はい、もうめっちゃ活躍してた。まあでも角度がやばいやばいやばいとかって、ピッチロールこの辺か。肉四駆切り替え、はい、ローもできて。肉四駆切り替え、まあここがそうですね、ルビコンしかない、はい、スウェイバーとかデフロックとかのスイッチです。そう、じゃあ実際どんだけスウェイバー使うんだって言ってくる、はい、なってくると、基本的にオフロード走行以外はこのスウェイバーカットする機能を全く使わないと思うんですけど。そうですね、オフロードだともうあるとないで全然違う。だいぶ違います。もうフロントの足の動きが全然違うんで、結局こう左右差バラバラにこう、はい、そうです、そうです、足が動かせるんで、はい、ものすごいこうデコボコのとこでも、はい、四輪が離れないんだよね。そうなんですよね。だから車めちゃくちゃ頭いいから、はい、もうどっか一輪設置してればそこが書いてくれるんだけど、はい、やっぱりそこで二輪四輪設置してると全然トラクションのかかり方が違うっていう、はい、やっぱり一個で書くよりかは。そうですね、本当山とか行く人はルビコンがおすすめですけど、まあ、いざ大人4人でキャンプとか行くってなるとパンパンになっちゃうんで。う、ね、冬のキャンプとか。でもこれ屋根に荷物乗せても様になるし、はい、紹介はしょっちゃいましたけど、はい、ヒッチメンバーついてるついてないもあるから、はいはい、ついてれば、まあ、ついてなければつければいいんですけど。そうですね、つければそこで積載を稼いだりとか、まあ、いろんなもん引っ張ったりとか、はい、できるということで。カスタム無限大ですね。そうだね、はい、本当に実用カスタムから、はい、ドレスアップからいくらでもできちゃうね。あります。でまたそんなにパーツもむちゃくちゃ高くないんだよね。そうですね、意外と、まあ、今円安で若干本国のパーツはちょっと高いですけど、なんか欧州車の役付きの車いじると思ったらもう全然もっと安い値段で大ホイールなんか、はい、だからオフロードのあの大きいタイヤ、はい、正直あんまり価格を調べたことなかったから知らなかったんだけど、はい、あのでっかいやつでもそんなに何十万とかするかと思うけど全然しない。そうなんですよね、だミシュランの、ね、パイロットスポーツとかそっちの方が高いですね。だから意外に値段聞いてびっくりした、うん、なんかもう20インチオーバーの底辺平なんて言ったら1本8万円とか、はい、しますもんね。
それがびっくり、こんなにでっかいタイヤ使ってる、ゴムを使ってる量で言ったら絶対こっちの方がたくさん使ってるだろうなっていう感じだけど意外に安いという、はい、まあ、安いって言ってもそれ何やしますけど、はい、じゃあというわけで勉強になりました、はい、ありがとうございます。じゃあまあぜひ検討している方は、はい、今東京店でおすすめのタイミングなんで、はいはい、ぜひご相談ください。よろしくお願いいたします。さあというわけで4台まとめてバババッとご紹介させていただいたんですけど、はい、内容はだいぶもしかしたら薄かったかもしれないですけど、そうですね、はい、4台やっぱり在庫があると、はい、まあ、来てくださった方見て比べるっていうことができると思います。そうですね、ぜひジープ検討中の方は東京店にいらしていただいて、はい、福田君にご相談いただければ、はい、そしてポイントとしては実際福田君もラングラーオーナーということで、はい、乗ってます。まあ、いろいろご相談いただけると、はい、カスタマイズだったり日頃のことだったり、はい、ご相談できると思いますのでぜひお問い合わせください、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。